まあ、去年も岡本と吉川は、まあ、そういったピンチの時にはマウンド上に行く姿もたびたび見られましたけれども、はい、今シーズンもまあその回数であったり声かけ、はい、声の仕方というのがキャプテン副キャプテンになって変わってくるかもしれません、はい。まあ、そして4番に君臨するであろうこの岡本は WBC に君臨してほしいですね。去年は140試合で打率がまあ2割5分2厘ではありましたが、はい、ホームランは30本、はい、到達しまして82打点という成績でした、はい。まあ、村上という存在がいまして本当です。少し数字が劣ってしまうかもしれませんが、はい、5年連続30号ですからね、はい、素晴らしいですよね、はい、なかなかそんなんできるもんじゃないですからね、でも僕は村上君にあえて負けてほしくないと言いたいですね。あ、もうそこは勝って、はい、やっぱり巨人の4番だるもんね、はい。王さん、松井さんに続く球団3人目の5年連続30号ということになりました、はい。去年は負けたけども今年はまくってもらいたいと思ってますけどもね。そうですか、はい。いや本人もそう思ってると思いますよ、はい。今年の目標は岡本3割、はい、40本、はい、100打点そうですね、やっぱ30本で言ったら寂しいですね。40本で言ったら、言いましたか、40本100打点と。そうですよね、岡本が言っています、はい。まあ、しっかり振ることが今は大事という話も岡本はしていましたが、はい、大久保コーチは、まあ、岡本に対して、まあ、タイミングを取る天才別格だというふうにも評していまして、50本打つんじゃないかと大久保コーチは話していたそうです。あ、もう打ってほしいですね、1本ね。もうそうなると村上のホームラン争いというところも今シーズンは見られるかもしれませんね。そうか、50本か、50本で言ってほしかったらもっと嬉しかったですね岡本が、はい、自身が、はい。まあ、岡本は今年 WBC にも選ばれまして、はい、まあ、世界の舞台というところも経験しますから、はい、そのあたりも非常に楽しみですね。いや、本当楽しみです、はい。サード、まあ、同じく村上も選ばれましたから、はい、まあ、岡本がレフトの守備につくのか、ね、はい、サードなのか、もう僕はどこでもいいから出てほしいなと思ってますけど、本当、さっきも言いましたけど、本当ちょっとしたことで調子落ちたり しますよね、そんな中でWBC のメンバーが全員調子いいと思えないですもんね。どっかで誰かが調子、はい、その時に岡本君が守れるところがあったら出れるチャンスありますからね、これ岡本君が調子を維持したら立場で次の試合変わってしまうんでね、はいはい。短期って本当そう怖いですからね、短期でやればあるほど多分監督っていうのは過去の実績と関係ないんじゃないですか。もう、そうですか、はい、見てやっぱりいい方を使うんじゃないんですか、栗山監督が見て、はいはい。で、まあ、その WBC に向けて少し調整を早めているということもあるかもしれませんが、ね、まあ、昨日も、ね、そうですが、岡本 の, その逆方向への当たりで、はい、昨日非常にいい感じで打ってましたよね、まあ、先ほどの映像も、まあ、センターバックスクリーン右、まあ、これも逆方向ですね。これいったでしょう、完全にうまく打ったですよ。あ、いかんか、少し手前で落下しましたが、右に左に打てますとやはり村上もそうですがホームラン数も増えてきますか、はい。そうですね、はい、反対方向に大きいものを打てると、もうプロヒッターだけでホームランを打つって難しいと思いますけどもね。ああ、そうですか。広角に打てるっていうのは強みでしょうね、村上も反対方向にあのバッティングで入るのかというのがすごいよく見られましたもんね。何本も見ましたね、引っ張ったよりすごいなみたいなね、もう一番僕覚えてるのはあの大勢君から打った55号ですね。あれもうベストピッチですよ。あれはすごかったですね。50キロのあれをホームランですか、強烈ですよね、はい。もう軽く振っただけ、いや軽く振ってるように見える、振ってないです、フルスイングしてるんです。なるほど、それがやっぱバランスいいか、それに見えるんですよね。なるほど、強烈ですよ、すごいバッターです。そこが村上のすごさですね。すごさです、まあ、そこに争ってもらいたいというところ。そうです。だからね、そうすごいすごいって言ったら、これ僕らが言うことだって。岡本君は絶対俺が負けねえぞって、今年はまぐってやるぞと思ってると思うし、僕なんか
きっかけがあったあのあれぐらい岡本君ができる可能性も十分に秘めてると思っているので、はい、まあ、今年は WBC の影響もあって、はい、プロ野球の開幕が1週間遅いというところもありますが、はい、どうでしょう WBC 組は調整の難しさというのはやはり出てきそうでしょうか。調整そうでしょうね。でも野手はね、はい、まあ、そうでもあの一番怖いのは怪我ですよね。そうですね、はい、やっぱりみんな気張りすぎてやっぱり、はい、ねえもう怪我が一番野手は怪我、はい、ピッチャーに関してはちょっとわからないですね、どこまでいくかでね、ピッチャーの調整難しいんじゃないですか。そうですね、だから WBC に行くピッチャーなんか開幕みんな言えないですよね。となると決勝まで行っちゃったら無理でしょう、はい、決勝がアメリカ22日、はい、そこまで行っちゃってそこまでそれで投げたピッチャーも無理ですからね、はい、だからもう監督さんは言えないですよ ね、 すね、開幕戦がはっきり言って僕 WBC 行かない人で一番いいピッチャーを開幕にすると思ってるんですけど、となると例えば戸郷なんかもだから決勝に本当は戸郷か菅野どっちなんかな、菅野君どっちか思ってましたけど、はい、東郷が選ばれた瞬間に、あ、菅野君だなと僕はどっかで思ってますけ ど、 あ、なるほど、もうだってあのチームで普通に選手が自分の力を出してくれれば僕は決勝に行くと思うんですよ、はい、決勝で勝つのもやっているのは分からないです、はい、みんなすごいですから、はい、そういうの調子、そうですね、あと運もすごいあると思います、あ、そうですね、難しいですね、はい、ピッチャーに関してはもう、なるほど、そしてこの岡本のバッティングも改めて、はい、今ねバックスイングをすごいゆったり取ってるイメージ、よりなんかシーズン中のなんかゆっくり早めに取ってる、はい、僕も意識してると思うんですよね、早めにゆったり、もう1、2、3、で岡本君特有のあんまり強引にかセンター中心にイメージは線でバックスイングのホームラン1、2、3、はい、これ2をちょっと意識して長めに取っているんじゃないのかなと僕は思っている間をね、そうですか、はい、やっぱり調子悪いのは 1、2、3 になるから低めの変化球止まんないんですよね、この1、回収1、2で入れたならばそれで頭が突っ込まなかったらこの低めのちょっと我慢できると僕は思っている、いいバッターはそうなんですよね、なるほど、はい、2のところで、まあ間をたくさん取れる分、はい、ボールを長く見られるというところもありますか、はい、だから変化球に我慢できたりとか、はい、変化球拾えたりとか、セレクトしっかり できると思うんですけど、それも意識しているんじゃないのかなと思って、1、2、3、これ2が1、2、3にならないように、調子が悪くなるとこの1、2、3になりがちですよ、みんなそうなんですよ、はい、と指導が遅れがちになるんですよね、なるほど、でやっぱりでも早く取りすぎてやっぱり下半身が弱いと我慢できないんですよね、なるほど、はい、僕らよく早く取りすぎて我慢できなくて2回3回ステップしたことありましたもんね、僕らそうですか、何じゃそれっていうこうした、いやもう我慢できなかったです、それをお前あそこで弱っとるんや、だから調子になったら走れとかそういう下半身も弱ってないバテてないのかって言われることがあったのはその辺だと思うんですよね。